ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。昔学校で隣の席の子がめちゃくちゃ寝ているのにテストは毎回満点だったのよ。その時に天才っているんだなって思ったわ。私にはそんな才能はないもの。まあ確かに生まれ持った才能っていうのは少なからず持っている人はいると思うぜ。じゃあ学問や芸術、スポーツなど何でもいいが、各分野で活躍する天才と呼ばれる人たちは、どうして常人離れした能力を発揮できるのか、考えたことはあるだろうか？え、だからそれは生まれ持ったものなんじゃ。一般的にはそう考えられているが、実はこのような才能はあるところからもたらされているなんて考えられているんだ。しかも私たちの想像を超えるような、意外な場所からもたらされているというんだぜ。何よそれ。でももし天才の人たちの能力がどこからもたらされているのかは知りたいわよね。マリサ、その話もっと詳しく聞かせてほしいわ。よし、じゃあ今回は世界中に存在する天才たちと宇宙人の関係について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。天才と聞いて多くの人が思い浮かべるのがレオナルド・ダ・ヴィンチだと思う。彼はルネサンス期を代表する芸術家で、その他にも土木、工学、化学、地質学、幾何学、流体力学、数学、機械工学、物理学、動物学などの様々な科学分野でも才能を発揮していた人だ。少なくとも私はこんなに色々な才能を持っている人には出会ったことないわ。まさに天才、って感じがするよね。ああ、しかしこれほどまでに多方面で多大な功績を残している一方で、ダ・ヴィンチは非常に謎が多い人物としても知られているんだ。そんなレオナルド・ダ・ヴィンチは自身の芸術作品に暗号や、サブリミナルメッセージを密かに紛れ込ましているなんて話もあるぜ。そういえば2016年に大ヒットした映画ダ・ヴィンチコード、では、最後の晩餐の中にキリストの重大な秘密が隠されているって言ってたわよね。確かにそう考えるとレオナルド・ダ・ヴィンチはかなり謎めいた存在なのかもしれないわ。だが実はそれ以上に謎めいたことが示唆されていてだな。その秘密っていうのは彼の芸術作品の中に散りばめられているんだぜ。どんな秘密が隠されているのかぜひ教えてほしいんだけど。まずは彼の代表作であり世界で最も有名な絵画と言っても過言ではない。モナリザ、について紹介しよう。なんとモナリザにはエイリアン司祭の姿が隠されていると言われているんだぜ。え、エイリアン。私もテレビとかネットでモナリザは見たことあるけど、特にエイリアンの姿なんてあった記憶がないわ。一体どこに隠されているのよ？これにはちょっとした仕掛けがあり、絵をそのまま見ていてもダメなんだ。ちょうど二人のモナリザが背中合わせになるように、絵画を鏡合わせにして平気した時にその姿は現れるぜ。本当だわ。どこからどう見てもエイリアンとしか言いようがないような姿が浮かび上がってきた。このエイリアンは顔やかぶり物、マント、手が浮かび上がり、これらの特徴からかなり身分の高いエイリアンだと考えられている。このようなものが噂される中でダ・ヴィンチは宇宙人の存在という、歴史的宗教的事実を秘密裏に知らせるためにモナリザを描いたなんて話が出てきたんだ。そうだとしてもわざわざ暗号的に書かれるっていうのも不思議な話じゃない？どうしてこんなコソコソとした感じで宇宙人の姿を描いているのよ？それは宇宙人と密接な関係にあるバチカンの目を逃れるためと考えられているぜ。このエイリアンの肩あたりにはマントのようなものが見えると言ったが、その姿はどこかカトリックの司祭、あるいは教皇のように見えないだろうか？まあそう言われてみれば、つまりカトリック教会が宇宙人に牛耳られていることを暗示しているというんだぜ。モナリザにはそんなとんでもないことまで隠されているの？ちょっと、初っ端からかなり衝撃的な話だったわ。ちなみに驚くことにダ・ヴィンチが自身の作品にエイリアンの姿を描いたのは、モナリザ、だけではないようだ。最晩年の作品とされる油絵洗礼者聖ヨハネ、にもエイリアンの姿が隠されているんだぜ。え、どこどこ？全然わからないけど、もしかしてこれも何かしらの工夫が必要とか。その通り、この絵も鏡合わせに平地すると、エイリアンの顔が浮かび上がる仕様になっている。うわぁ、本当だわ。じゃあやっぱりダ・ヴィンチは私たち人類に何か秘密を伝えようとしていたのかな。また2017年のオークションで約508億円というとんでもない額で落札された。男性版モナリザの異名を持つサルバトール・ムンディがある。なんでもこの作品でキリストが左手に持つ水晶玉は地球を表しているとされており、その中にオリオン座の三つ星を思わせる三つの点が書かれていることがわかっているんだぜ。またこの作品は五芒星を駆使して書かれているとも言われているな。なるほど、これまた不思議な作品だわ。キリストの顔から胸にかけての各パーツは水晶玉の円に内接するのと、同じサイズの五芒星とぴったりと符合するんだ。さらには十字架を意味する形の右手もこの五芒星を展開することができると言われているな。とんでもないほどの落札額がついているのもなんとなく引っかかる部分よね。もしかしてこれほどの高値がついた背景には、
未だ解明されていない秘密のコードが隠されているのかもしれないって思っちゃうわ。そうだな。他にも受胎告知やキリストの洗礼、そして岩窟の聖母などダヴィンチの作品は様々あるが、その中にはどれも UFO が書かれているんだ。またダヴィンチが書いたとされるビトルウィウス的人体図があるよな。あれについてもビトルウィウスの人体とは宇宙であるって言葉にダヴィンチが共感して書いたと言われているぜ。そうなんだ。でもどうしてダヴィンチはこれほどまでに宇宙にこだわっているのか気になるわよね。もしかしたらそこには彼の才能が深く関係しているのかもしれないわ。またダヴィンチとはまた違う方面で天才っぷりを発揮している人がいる。彼の名はアルベルト・アインシュタインだ。彼は特殊相対性理論や一般相対性理論、相対性宇宙論などをはじめとする数々の功績を残した天才物理学者だぜ。もちろんアインシュタインも知っているわ。20世紀を代表する天才科学者だと思うよ。アインシュタインが提唱した相対性理論についてはそれまでの宇宙の見方をガラッと変えて、現在では宇宙の成り立ちに迫る上で欠かせない物理学の土台になっているはずだわ。その通りだな。そんなアインシュタインは1879年3月14日、ドイツのウルムで生まれ、世界に存在する見えない力に並々ならぬ興味を抱く少年だったんだ。スイスのチューリッヒ連邦工科大学を卒業後、特許庁に勤務していた頃の彼は深い瞑想状態に入ることがよくあったというんだぜ。なんだか奇妙なことをしているわね。もしかしてそれも天才だからこそやることなのかな。アインシュタイン本人はこの状態を思考実験と呼んでいて、この時の彼は現実にはない状況を想定し、頭の中で実験を行っていたんだ。頭の中で想像しながら実験するなんてなかなか常人にはできないことよね。でもアインシュタインはどうしてこの思考実験を行っていたの？何でも思考実験を行えば数学的なアプローチでは解けない問題でも、視覚的、また幾何学的に答えを導き出すことができるからとしているな。またアインシュタインはこの思考実験中に銀河系を超越した、とある世界、と交信していた可能性があるともされているぜ。思考実験を使えばこれまで解けなかった問題も解けるようになる。しかも銀河系の世界と交信だなんて、よくわからないわ。さすが天才が考えることは違うわね。そんなアインシュタインだが、なんとアメリカ軍の依頼で、あのロズウェル事件を調べていたという仰天の証言があるんだぜ。ロズウェル事件？ロズウェル事件って1947年7月にアメリカのニューメキシコ州ロズウェルで起きた UFO の墜落事件のことよね。なんでまたそこにアインシュタインが？この問題の証言は1993年にアインシュタインの元助手とされる人物が取材で語ったもので、録音テープに収録されていることもわかっている。一体誰が証言をしたわけ？この証言は1993年11月に UFO 研究家シーラ・フランクリン氏とストリングフィールド氏が、アインシュタインの元助手とされるシャーリー・ライト博士に取材した時に語られたんだ。ライト博士は科学と物理学の博士号を取得後にマイアミ大学とバリー大学で教鞭を取り、ミシシッピ・デルタ・コミュニティ大学では女性初の学長にまでなった人物だぜ。やっぱりアインシュタインの助手になるくらいの人はすごい人なのね。ああ。そんな彼女は学生時代はアインシュタインの教え子で、1947年から彼の助手として働いていたようだな。で、取材を録音したとされる一本のテープの中における彼女の証言によると、1947年7月に彼女はアインシュタインに同行し、シカゴの防空軍基地で開かれた危機対策会議に出席をしていたという。そこからさらに飛行機に乗って、小さな空港に到着し、その後軍人の案内で砂漠を移動し、たどり着いたのが厳重に管理された格納庫だったんだぜ。その格納庫っていうのもなんだか奇妙な存在よね。果たしてその中には何があったのかしら。それが何とも得体の知れないものがあってだな。ライト博士はそれについて、円盤状で、少し凹んでいた、大きさは格納庫の4分の1ほどもあった、と説明している。円盤状の何か、しかも格納庫の4分の1って、格納庫の大きさがわからないものの結構大きいことは想像できるわよね。そうだな。機体は片側が破損しているようだったが、警備員やカメラマンなどがおり、詳しく観察することはできなかったとライト博士は話していたぜ。ちなみにその機体っていうのは何でできていたのかわかっているのかな？機体は不思議な素材でできており、軍が関心を示していたみたいだな。今でいう反射材のような感じだが近寄っても光沢はない。なんとも不思議な素材だったんだろう。なんというか、好奇心もあるしそれについて知る恐怖心みたいなのもあるわね。アインシュタインもライト博士も、この機体を見た時はさすがに驚いたんじゃないかしら？ライト博士はやはり興味が湧くと同時に恐怖心もかき立てられたと述べている。だがアインシュタインに関しては全く動じていなかったというんだぜ。マジで、こんな奇妙な機体を前にしても驚かないって何事よ。さらにアインシュタインは、
宇宙人が地球に来ても驚かない、宇宙についてもっと知るチャンス、と感想を述べたんだ。このことから彼は宇宙人との接触について、相手にとっても人類にとっても有益と考えていたことがわかると思うぜ。正直かなりぶっ飛んだ話だとは思うけど、もしこれが本当の話ならアインシュタインは重大な何かを知っているってことよね。まあもともとアインシュタインは好奇心旺盛な性格だし宇宙にもかなり精通していた科学者だったと思うわ。そう考えたら彼が何か秘密を知っていてもおかしくはないのかもしれないわね。そうだな。さらに格納庫の中には UFO だけでなく、宇宙人の遺体もあったという衝撃的な記録も残っているんだ。この遺体についてはアインシュタインをはじめ、数人の専門家だけ近づくことを許されていて、誰でも接することができるわけではなかったんだぜ。宇宙人の遺体？そんなのがあったなんて信じられないんだけど、何か UFO の特徴とかわかっていることはあるのかな？遺体は5体ほどあり、身長は150センチくらいで髪はなく、大きな頭をしていたというな。また黒い目もすごく大きくて、皮膚はやや緑がかった灰色。ぴったりとしたスーツを着ていたのでほとんど露出はなく、へそも性器もなかったようだぜ。さらに格納庫から砂漠の中を 80km ほど移動した先にあった建物で、ライト博士はまだ息のある宇宙人すら目撃している話もある。こちらの宇宙人はどうやら事故直後だったらしく、宇宙人は苦しそうにもがいていて、耳慣れない音を発していたが、話すことはなかったようだな。そんなの恐怖体験すぎるわよ。でも何よりも UFO らしきものや宇宙人の遺体を見ても全く動じないアインシュタインが一番恐ろしいわ。まあそうだな。これについてアインシュタインが UFO や宇宙人を目にしても冷静でいられるのは、思考実験を通じて以前から地球外の存在とコンタクトしていたからと考えられる。そして宇宙人が地球に来ても驚かない、宇宙についてもっと知るチャンスだという言葉は、アインシュタインが地球に宇宙人が来ていることを以前から知っていたからとも推測できるんだぜ。なるほど。思考実験によってアインシュタインはすでに UFO とか宇宙人の存在を知っていたっていうのは、確かにありえない話ではない気もするわ。そうだよな。またアインシュタインは1905年に思考実験に没頭したことで、人類の宇宙の認識を変えるほどの論文を4本も書き上げているんだ。これらのことから彼が何かを知っていたことはほぼ確実だろう。もしかしたらアインシュタインの知恵の源は宇宙なのかもしれないわね。ここまでダヴィンチやアインシュタインについて、その天才っぷりを紹介したが、実は古代にも天才と呼ばれる人は存在していたんだ。古代って古代エジプトとか、古代メソポタミアとかそういう時代ってこと？そうだ。ここで紹介するのはイムホテプ、という存在だぜ。彼は約4700年前に史上初のピラミッドと言われるサッカラのジェセル王の階段ピラミッドを設計した人だ。ピラミッドを作ったってことはこの人は結構なお偉いさんだったりする？そうだな。イムホテプは第三王朝のファラオであるジェセルに仕えた宰相であり、建築家でもあった。またそれ以外にも優秀な医師であったことも知られており、後世のミイラ制作にも大きな影響を与えているんだぜ。またとんでもなくすごい人が出てきたわね。さらにイムホテプは知恵を司る東都神に仕える神官でもあることもわかっており、死後には神として崇められたこともわかっているな。まさに天才って感じだわ。もしかしてこのイムホテプもダヴィンチとかアインシュタインのように、宇宙人との関係があったりするのかな？ああ、なんでも旧ソ連の情報機関 KGB のピラミッド調査に関わった科学者である。ビクトル・イバノビッチ氏は動画配信サービス内でこのように話している。大ピラミッドは古代エジプトの神を祀った墓で、眠っているのは古代エジプトの時代にこの地を訪れて人々に知恵と知識を与えた天空の神である。そしてさっき話したようにこのイムホテプが仕えていた東都神は知恵を司る神だったわけだ。じゃあこの大ピラミッドにはこの東都神が眠っているってことなのね。東都神となれば宇宙人とはまた別の話になるんじゃ。実はさらに KGB の極秘文書には不思議なことが書かれていてだな。なんでもこの大ピラミッドは古代宇宙人の墓という記述もあるんだぜ。でも東都神が眠っているとされているなら、東都神のお墓なんじゃないの？それと宇宙人に何のつながりがあるっていうのよ？ここで東都神が宇宙人である、という説が出てくるわけだ。そもそも東都神の外見って体は人間もしくは火で、頭部は鳥の時の姿で表されることが多い。つまり完全なる人型の姿で描かれることはないわけだ。なるほど。確かに少なくともこの姿を見る限り、東都神は人間ではなさそうね。そうだよな。そこでもしかしたら東都神の正体は宇宙人なのではないかとする説が出てくるわけだ。そのことからピラミッドに葬られている知恵と知識を与えた天空の神は、東都神を表しているのではないかと推測できるんだぜ。もしそれが本当ならとんでもない大発見よ。でもさ、仮に東都神が宇宙人だったとしたら、イムホテプはその宇宙人に仕えていたってことになるわよね。ああ、
そのことからイムホテプは唐と神から様々なことを学んでいて、その影響で常人離れした知識を身につけ、天才、と呼ばれるようになったと考えられているぜ。そういうことなのね。でも確かにこのイムホテプが作ったピラミッドだけでなく、そもそもピラミッドって時代にそぐわない高度な技術がたくさん使われているっていうよね。もしかしてそういうのも宇宙人と何らかの関係があるのかな。お、良いところに目をつけたな。エジプトの中でもとりわけ有名なのが、イムホテプが活躍した時代から100年ほど後に建造されたギザの大ピラミッドなわけだ。霊夢が言う通り、このピラミッドの建造には、現代にも匹敵するほどの高度な計算や技術がいくつも使われているとされている。また配置がオリオン座の三つ星と一致することも有名な話だと思うぜ。さらにそれだけでなくオリオン座の西側に天の川があるように、ギザのピラミッドの西側にはナイル川が流れていることも不思議な話だ。うんうん。ちなみにギザの大ピラミッドを設計したのは誰なのかしら？それはヘムオンという人だ。なんとこのヘムオンはギザの地に天空図を作ろうとしていたとも言われているぜ。それが本当ならこのヘムオンって人もなかなかすごいわね。でも一方でピラミッドは宇宙人によって作られたとか、ピラミッドは宇宙人たちから授かった知恵や技術を使って作られた説も残っているんでしょ？ああ、実際にヒエログリフやパピルスなどにも、古代のエジプトに宇宙人がいたことを示唆するものがいくつも見つかっているんだ。うんうん、そう考えるともしかしたらヘムオンもまたイムホテプのように宇宙人から多くのことを学んでいて、現代まで人々を魅了し続けるピラミッドを作り上げたのかもしれないわね。でももしこのピラミッドとかの古代の産物たちについて本当に宇宙人が関与しているなら、それこそとんでもない新事実だと思うわ。さっきアインシュタインが思考実験で、計算では解けない問題の答えを導き出す話をしただろ？いわゆる瞑想状態や夢の中でインスピレーションを得るのはなんとも天才っぽい感覚だが、実はこの思考実験以外にもそういった方法があるとされているんだぜ。え、そうなの？例えばどんなものがあるのかしら？一つ例を挙げるとそれはアカシックレコード、だ。アカシックレコード？何それ？初めて聞いたんだけど。そもそもアカシック、の語源は、古代インドのサンスクリット語のアカシャ、に由来しており、空虚空、を指す。また仏教には虚空蔵菩薩という仏がいるが、虚空蔵菩薩が知恵の菩薩であるように空虚空、とは知恵を意味するんだ。ふーん、じゃあつまりアカシックレコード、は知恵や英知を記録したもの的な感じかしら？その通りだぜ。ちなみにアカシックレコードのことをアカシャの泉、と表現する人もいる。だが一般的には宇宙や人類、地球、この世界のすべての情報が記録されている場所を、アカシックレコードと呼んでいるな。これまで話したような天才たちは世界各国に存在しているわけだが、そういう歴史の中で説明することのできないとんでもないことが起きる時がある。そういう時に人類共通の図書館であるアカシックレコードにアクセスし、知恵の泉から情報を得ていたのではないかと言われることもあるんだぜ。そうなのね。このアカシックレコードにアクセスするとどうなるの？自分の研究作品のアイディアや、今世を生きる使命、目的がわかるとされている。実際にこれまでアカシックレコードにアクセスしたとされる偉人たちは大勢いるんだぜ。ほう、それは気になるわね。例えばどんな人がいるのか教えてほしいわ。まずアカシックレコードの話をする上で外せないのがサルバドール・ダリ、だ。ダリは20世紀を代表するスペイン出身の天才画家で、なんと睡眠中にアカシックレコードにアクセスし、取得した情報をメモしていたという。また、ニコラ・テスラという18世紀に交流電流の発電装置を世界で初めて発明した人も、発明する際の設計図はアカシックレコードから取得し脳内で書いていたなんて話があるぜ。ダリもニコラ・テスラも結構有名な人よね。まさかそんな人たちもこのアカシックレコードの影響を受けていたなんて。さらにアメリカ出身の18世紀の霊能力者であるエドガー・ケイシーという人がいる。彼は過去世や未来の予言など様々なリーディングをする際に、アカシックレコードにアクセスして語っていたと言われているぜ。他にもインドの魔術師と呼ばれる19世紀の数学者である、シュリニバーサ・アイアンガル・ラマヌジャンという人がいてだな。彼はもともと満足に教育を受けなかったにもかかわらず数々の数学の公式を編み出した人物で、本人も証明することが不可能な数式もあり、ひらめきによって数式を取得していたというんだ。な、何それ？それってちゃんと正当性は認められているわけ？もちろん、後の世でその正当性が認められた公式もあり、その公式のひらめきは、眠っている間にアカシックレコードにアクセスしていたためとされているんだ。そんなことがあったのね。世界的に天才と言われるような偉人の中には、本当にアカシックレコードからアイディアを得ていたとされる人物が多くいるんだなって思ったよ。ちなみにこのアカシックレコードへのアクセス方法ってどういうものかわかっているのかな？方法はいろいろあるんだが、代表的なのは3つの方法だ。いろいろな方法があるんだね。じゃあその3つの方法についても教えてほしいわ。
まずは瞑想だ。これは呼吸を整えたり精神を落ち着かせたりして、瞑想状態に入り、体がリラックスした状態でアカシックレコードにアクセスする方法だ。また二つ目は明晰夢で、これは簡単に言えば夢から学びを得る方法だな。そもそも寝ている間って夢を見たり見なかったり、覚えていたりいなかったり、人によって様々だろ。夢の中で自分は夢を見ていると自覚することを明晰夢と呼ぶんだ。なるほど。でもこの明晰夢ってなんだか難しそうよね。具体的にはどんなことをするの？明晰夢は寝る前に自己暗示をかけたり、夢の内容を起きてすぐにメモする夢日記の習慣をつけたりしてみることができるようになる。夢日記の情報にアカシックレコードからのヒントがあったり、明晰夢の中で夢をコントロールしたりすることでアカシックレコードにアクセスできるんだぜ。こっちは瞑想よりも難しそうな方法ね。じゃあもう一つの方法っていうのは？あとはデジャブ、すなわち既視感と言われるものだな。デジャブってなんかふとした瞬間に懐かしい気持ちになったり、すでに知っていることを思い出したりすることよね。そうだ。その時に実はアカシックレコードにアクセスしているなんて話もあるんだぜ。とまあここまで3つの方法について話をしたが、もちろん他にもアクセス方法はある。とりあえず今教えてくれた3つの方法はどれも、何らかの方法で潜在意識に働きかけるものだなって思ったよ。もしかしたら体は寝ていて意識は起きている寝る前や起床時、瞑想をしている時など、半覚醒状態の際には潜在意識に働きかけやすいのかもしれないわね。そうだな。ちなみに人は潜在意識では常にアカシックレコードにアクセスしているため、誰もがすでにアクセスできているなんて説もあるんだ。実際、現代でもスティーブ・ジョブズ氏やビル・ゲイツ氏など、成功者と呼ばれる人たちの中には日常の習慣として瞑想を取り入れている人が多いんだぜ。そうなんだ。じゃあもしかしたら本当に天才たちのインスピレーションって、このアカシックレコードという名の知恵の泉、から得ていたのかもしれないわね。ここまで天才の起源について宇宙人やらアカシックレコードやら、いろんな話をしたよな。だが一方で天才たちの起源っていうのは実はもっと衝撃的なところにあると考える人もいるんだぜ。待って、これまでの話ですでに衝撃的だったんだけど、まだこれ以上に衝撃的なものがあるって、一体どういうことよ？何でも UFO 研究家の久保田八郎氏はエジプト考古学の第一人者で早稲田大学名誉教授の、吉村作治氏からイムホテプは宇宙人ではないかという説を聞いたというんだ。この話は記事にも残されているんだぜ。また UFO 研究の第一人者でもあるリチャード・ローレンス氏はこのような話をしている。イエス・キリストやブッダ、ガンジーなどの指導者たちや、古代ギリシア三大悲劇詩人の一人のソポクレスは人類を救うため金星から地球にやってきた。じゃあそれってつまりその指導者たちやソポクレスはエイリアンってこと？そういうことだな。そしてイギリス UFO 研究会会長であるライオネル・ファン・ソープ氏は、レオナルド・ダ・ヴィンチとアインシュタインはパラレルワールドから来た宇宙人とも言ってるぜ。パラレルワールドって現実の世界とは異なる、複数存在するとされる仮想的な世界のことよね。そんなパラレルワールドから来た宇宙人なんて、全然意味がわからないわよ。なんでもアインシュタインは1955年4月、ニュージャージー州プリンストン病院で亡くなっている。実は彼の検視を行ったのは病理学者のトーマス・シュトルツ・ハーベイという人で、なんと彼はアインシュタインの遺体から密かに脳を取り出したなんて話があるんだぜ。そしてその取り出した脳を40年以上も手元に保管していたというんだ。脳を取り出し、さらに40年以上も保管しているなんてヤバすぎるでしょ。でもこの脳みそを見たら何かわかることがあるかもしれないわよね。脳を調べた結果とかって残っていないのかな？あるぜ。なんとこのアインシュタインの脳はごく標準的な大きさではあるものの平均より 15% も重かった。また脳内でイメージを作るために重要な役割をする下頭頂小葉という部分が、通常より大きく拡大し、その前方の大脳皮質も溝を埋めるほど発達していたことがわかっているぜ。そして脳の構造を作り、情報を処理する手助けをするグリア細胞の比率が、神経細胞に対してかなり高いこともわかっているんだ。明らかに一般人とは違う感じね。アインシュタインの脳の容量がいかに並外れているかがわかるわ。そもそもアインシュタインは普通の人間よりも IQ が3から4倍もあるとされていて、このことから地球外からやってきたのではないかと囁かれるようになったんだ。またさっき名前を紹介したニコラテスラだが、実は彼ってアインシュタインを上回る IQ を持つなんて言われているんだぜ。天才を上回る天才ってことなのね。まさかそんな人がいるなんて恐ろしい話だわ。ああ、そんなニコラテスラの正体はなんと金星人じゃないかと言われている。まあでもこれらについて現状わかっていることはほとんどなく、今後研究が進んで新たなことがわかるのを祈るしかないのが現状だ。そうねー、とんでもない話がたくさん出てきたけど、今後どのような研究結果が出てくるのか楽しみだわ。
ということで今回は世界中に存在する天才たちと宇宙人の関係について話をしてきたぜ。話を聞いてみてどう思った？正直話を聞く前までは、天才と宇宙人のつながりなんてこれっぽっちも感じなかったんだけど、この話を聞いたら宇宙人や UFO と何らかの関係があってもおかしくないと思ったよ。今後どんな研究が行われて、新たな真相が解明されるのかとても楽しみだわ。期待して待っていよう。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。